予報センターから台風に関する最新情報をお伝えします。現在台風4号は東シナ海にあって北北東に進んでいるという形になっています。それではまずは気象衛星ひまわりの方から見た台風の様子を確認していきたいと思いますが、こちらです。こちらの方を見ていただきますと、台風現在東シナ海にあるというわけなんですけども、雲の様子を見るとですね、活発な雨雲としてはちょうどこの辺り、しっかりと丸くなっている状況になっているわけなんですが、実はこれは台風の中心ではないという形になります。こちら今度は可視画像、低いところの雲までしっかりと見えるもので見てみますと、ちょうどですね、この辺りで渦を巻いている雲があります。これが台風4号の中心という形になります。ただ今回のこの台風4号なんですけども、中心付近の雨雲としてはそれほど背が高くないといった状況になっている。ただし、その南東側ですね、こちらの方、先ほど赤外画像の方でも活発なものが確認できましたけども、こちらの雨雲の方がだいぶ強くなっている。台風に巻き込むような形で入ってくる風の流れ、それ同士がまたぶつかり合って発達しているような傾向です。あとは大きな形で湿った空気の流れを見てみますと、台風周辺の方をぐっと回り込むような形で九州から四国の方に湿った空気がどんどん入り込み、そこで風同士がぶつかり合ったり地形の効果などで雨雲が発達し、強い雨を降らせているのが現在の状況となっています。それでは台風の現在の位置、今後の進路も見ていきたいと思いますが、4日15時現在です。東シナ海にあって北北東に20キロで進んでいます。中心気圧は996ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。この後、台風は徐々に東寄りに進路を変えてくるといった状況となりそうですね。また、大陸からの空気の方も引き込み、温帯低気圧に変わり、5日の15時から6日の15時の間に温帯低気圧に変わるものとみられます。6日15時には温帯低気圧となって伊豆大島付近を中心とする予報円内に到達するものとみられています。こちらの方徐々に性質も変わり、温帯低気圧に変わっていくわけですが、雨としてはやはり強い雨が降りやすい状況は続いてしまうというふうに見ておいてください。こちらの方は今日18時から7日0時までに予想される積算の降水量になるんですけども、まずは明日5日から6日にかけては主に四国から紀伊半島南部を中心としたところが大雨となりそうです。円陣のところは150ミリを超えてきます。また6日は東海から関東にかけて、こちらの方が大雨リスクが高まるといった状況、こちらも円陣のところは150ミリ以上ということになります。こちらの方を見ていただきますと、この約2日間で100ミリを超えるようなところがだいぶ多くなっています。雨による災害発生リスクが高まりますので、十分に警戒をしてください。以上、台風4号に関する最新情報をお伝えしました。また皆様のお住まいのエリアの詳しい情報などはアプリウェザーニュースもご覧ください。